おー人、あ、人、うわー、パラディス、チェロです、パラチェロです。はい、頑張れ、やっていきましょう、いきましょう。今回ね、呪術廻戦の完結プレゼントということで、ええ、確定ガチャチケットいただきましたよね。いただきましたね。あれをね、ちょっと夫婦で引いていきたいなと思うんですけど、はい、こちらですね、キャラ確定ですからね。熱いよね。どうする、誰、誰狙い。僕ね、原特性の虎杖さん持ってないんですよ。ああ、持ってなかったですかね。持ってないです、持ってないです。なのでそこら辺がね、うん、ちょっと欲しいなとは思うんですよ。無駄遣いは避けましょう。ここで言うと未所持が元の虎杖さんと、うん、純平さんね。あ、純平くんね。ここら辺がいないんですよ。うん。なんでまあここら辺がちょっと欲しいなっていうとこではあるけど、まずは未所持だね。そうですね。で次に何が欲しいかっていうと、うん、紫五条さん出た、とつりたい。うん、わかる、わかるでしょう。うん、っていうとこがあるのでちょっとやっていきたいなと思うんですよ。え、ちょっとね、まずファンパレ、うん、もうこれもさ、あのすごく意味があるガチャになりましたから、まあ、そうですね、ここで出るかもしれないから、うん、まずはね、ちょっとファンパレガチャを、ほら、38枚もあるから、お10連だけね、食べましたね、10連ぐらいやってもいいんじゃないですかね、いいですか、え、ここで出るかもしれないからね、そうね、ワンチャン、まあ、確定ではないけども、そう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 。まあいろんな意味があるね。ここでこう徳を貯めるっていう意味もあるし、うんうん、出たら出たらラッキーっていうのもあるしね。おお、残滓か。へたたりね。へたたるな。忘れた頃に来ましたね。ね、でもこれさ、へたたりかよとかでバカにしちゃったけど、めっちゃ使いようけね、言いなくなっては。そうそうそう。だからやっぱ残滓さ、無駄な残滓ないんだろうね、多分。なんかの組み合わせでさ、うんうん、多分生きるようには作られてるだろうからね。そうだね。うん、まあ、もう一回よく出ましたね。うん、いや、みんながさ、貯めれないって言おうと意味がね、より一層わかるよね。うん、もう一回解放されたからさ。そうね。もういいんじゃね、いつでも引いてもみたいな。そう、溜まったら引きたくなるよね。うん、今度ね、ライブでもまた引こうかなと思うんだけどね。うん、お、残滓？おー、人、うわぁ、めっちゃ神引きじゃないですか。いや、ありがとうございます。これで紫五条さん出たらもうハッピーよね。あー、よく出る。もう貫突してますね。誰かな、誰だろうね。残念ですがって、もう言わんで、それほんと出るよ。おお、ちょっとびっくりしたやろ、今新しい方かと思ったやろ。いや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 、それはないですけど、ぶっ飛びが優しかったもいいかな。あー、確かにね。うん、これまだ3凸なんでね、これで4凸になりますよ。いいですね。はい、ということで、もう十分ね、引かせていただきましたけど、うんうん、本当ですよ。これで引かせていただきますね。五条さん出てくるかもしれないよ。ういっ、結構持ってるからね、千代さん。そうそうそう、もうあと未所持2体だからね、なんやかんや、うん、ちょっとね、旧工場チームだけはちょっと出ないでほしい。あ、まあ、釘崎さんぐらい。おお、どこから行こう。お、よかったね。すごいよ。おー、こんだけ難民やったのに急に。わー、嬉しい。いいな、これはいいです。2凸になりましたね。なりましたね。いやいや、ありがとうございます。あれしないんですか。ん、あれね、もう期限切れとったよ。俺もちょっとやろうかなって思ったんやけど。そうなんだ。うんうん、残念ですね。これでまたさらにね、強くなったよ。僕は最強じゃなきゃいけない。まあ、取ったら取ったでね、なんかあんまり使ってないんだけどね。まあ、いなかった時間長いからね。そう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 、いなくて全てのコンテンツ俺はなんとかしてきたから、うん、今更感はあるけどね。まあでも今後楽しく使っていきたいなと思います。急に出だしたよ。いやー、すごいよね。うん、あの紫五条さんじゃなくて、あの赤五条さん、うん、影五条さんもそうだけど、うん、ずっと出なかったじゃん。出なかった。でも出だしたら急に出まくって、もう4凸までいってほしいね。すごいね。うん、そんなもんなんかもね。そう、
じゃあ変わりましょうか。え、はい、変わりましたよ。はい、私どうしよう。なんか僕の勘違いであれも弾けるっぽいですね。そうでしょう。これね、うんうんうん、今日までよ、今日まで、うん、ちょっと弾いてみようかな。ああ、いいんじゃない。ピックアップできるから。ポラさん俺より石持ってるっぽいし。いやでも結構使っちゃったのよ、うん、トゲくんで。じゃあ獲得してないキャラを入れてったらいいのかな、うんうん、まあそっちの方がいいと思うけどね。クイサキさん持ってないんじゃない。真ん中説があるけ、ま、コロさん真ん中がいいよ。真ん中パンダ置いた方がいいんじゃない。あ、パンダ、うん、あ、パンダね。あ、そうだよ、東堂さんだよ。いやいやいやここ、うん、ここよ。あとどうしようかな。誰がいいの。パンダ、まあ、クイサキさんがいいんじゃない。ゲンの、うん、じゃあこうしましょう、うんうん、さあ来てくれるかな。確定じゃないからね、言うて。そうね。お、じゃあここで。あ、1日 100のやつもあるけど。いや、もう、あ、もうちびちびいかない。ちびちびいかない、一気に。え、あ、弱い。まあまあ確率が上がってるだけだからね。そうなのよね。とはいえ選んだよ。まあまあね、選んだんだよ。いやいや、まあまあまあ、まだピシャンになるかもよ。青谷、黄色が多かった。スキップするよ。ピシャンになるかもよ。え、まあまあそうだよね、うん、だって選んだもん。選んだからちゃんと。ピシャンになるよ多分。ほら、ピシャンになる。あ、こっち来たけど。お、来たやん。これがまた東堂やったら面白かった。うわ、そうだね、うん、まあでも東堂3体来てる。うわ、これは痛い。この3000個は痛いよ。そうね。まあでも見てください、じゃん、確定チケットもあるんですよ私。あ、キャラじゃなくて。キャラもあるし。おお、ここから行ってきますね。うんうん、あ、そっか、俺ライブで弾いたもんね多分。あ、本当に。うん、もうここも確実ですから。どっち。お、まあこれ残滓も入ってんだよね。そうなんですよ、キャラ。でもキャラ欲しい、もしくは企画が。あ、おお、持ってない。大嫌い、強いの。大嫌い、いや、わかんないな。まあまあでも持ってないから。あ、そうか、チェロさんもね。うん、さあ、じゃあキャラいきますよ。パンパレガチャはいいの。いや、もうここ。ああ、そうなん、ここいきます。よくわかんないこだわりだよね。東堂さん来るかな。やっぱ東堂さん狙い。東堂さんですね。うーん、おー、一緒一緒。うわー、あ、嫌いですの方やん。時間外労働の方。あー、つか、え、使ってる、強いよ強いよ、使ってる、うんうん、使ってるよね。凸が進んだ時よかったやん。いや、そうですね、なるほど。なんか腑に落ちてない感じが。そうですね、ファンパレ行っとく。行くんや。腑に落ちないから。私も30枚あるんですよ。おお、あ、10連だけね。うんうん、ライブで回したいから。そうね、ポラさんライブ派だからね、うん、ライブで回した方がいいの出るから。そうなんですよ、やっぱチェロさんと2人で回すとね。よくない。あ、残滓、あ、残滓、いや、キャラが欲しかったのに。まあでも残滓も新しいのが出るかもしれないし。あ、そっか、そうだよね、うんうん、さっきも出たし。おお、あ、あ、これ強いやつだよ。 あ、本当に。これ回復じゃなかった。わあ、これは嬉しい。じゃあめっちゃいいじゃん。もうでも残滓ばっかり出た。もう貫突の鍋パーティーよ。いやいや、よかったね。貫突してもなお、やりました。なかなかお互い神引きでしたね。いやいや、もう何の問題もない神引きだったと思いますよ。いや、でも希望がね。まあいいじゃん、東堂さん難民の方がさ美味しいと思ったやろ。東堂さん出ないでってちょっと思ったやろ、傍らでね。難民卒業したからって何なの、そんなゆっくり。はい、ということでね、まあ、お互い満足できたガチャじゃないんですかね。そうですね、うん、
ということで、またガチャがあったら引いていきたいなと思います。はい。はい。では今日はこの辺でご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。